初登場は低弾道、特殊能力にはチャンスメーカー、パワー総力が強化され、史上64人目のサイクルヒットを達成した。ミートが強化、4年ぶりの全試合出場を果たした。主に3番として起用され、通算1000本安打を達成した。覚醒 S ランクで登場、オールスターに4回目の出場。ミートが A に強化され、特殊能力は超チャンス20丸、パワーチャンセレクションで登場。3年ぶりの3割20盗塁を達成した。特殊能力が超アベレージヒッター、さらにジャイアンツキラーも追加された。ミートは下がったが、弾道は中弾道、ホームラン数と打点は自己最高を更新。タイトルホルダーで登場、2年ぶりのゴールデングラブ賞を受賞した。センター守備適性が A に強化、特殊能力は再び超チャンス20丸、ミーと総力同時に強化されたが、センター適性は B に下がってしまった。タイトルホルダーで登場、最多安打と2年連続でゴールデングラブ賞。ステータスが強化され、球団最速記録で通算1500本安打を達成した。ステータスは変わらなかったが、打率と盗塁数はリーグ4位。タイトルホルダーで登場、2年連続最多安打と3年連続ゴールデングラブ賞。ミート型で登場、オールスターではホームスチールを試みた。2021石橋セレクションで登場、低弾道だったがミート総力同時、球団タイ記録となる186安打を放った。再び特殊能力は超チャンスメーカー、10年連続規定打席到達と2桁盗塁。タイトルホルダーで登場、外野手としては歴代5位となる9回目のゴールデングラブ賞。今年は総力型で登場、史上47人目の通算250盗塁を達成した。